ザ・スンパ王、クラブカルチャーの未来のために8年ぶり新曲発表。シアターブルックの佐藤大二と音楽プロデューサー森俊幸によるエレクトロユニット、ザ・スンパ王の約8年ぶりとなる新曲、リリースザ・フロア、ウィーラブ・パーティーが完成。11月22日に配信リリース及びサブスクリプション配信がスタートする。 二人は2010年末より日本中に広がった風営法の影響で日本のクラブカルチャーが根絶やしになりつつあることを憂え、8年ぶりにユニットを再始動。今回リリースされる新曲2曲は、クラブミュージックは文化として継承すべきという彼らのアティテュードがストレートに込められた楽曲だ。ザ・スンパ王は新曲の発表に伴い、11月22日よりリリースツアー、ザ・スンパ王・ジャパンツアー2017、 We Love Party, を開催。DJ バック、モック、パワーズ、レディアータイステッパクハイフンタクロ西山口圭介、ザ・セッションズ、ミスターカサノバ沼田義隆、バージョンシティセッションといったゲストを迎えて3都市を回る。